たりやけど、俺ちょっともうペット飼いたいな思って。一人暮らしの寂しさとか紛らわしてくれるやんか。おお、何飼いたいねおっさん。買うかお前。肩ひとっとるわ。これが僕と神谷さんの出会いだった。弟子にしてください。ただがむしゃらに迷い続ける若手芸人徳永。俺の電気を作ってほしいね。決して周りにこびない。帰れ。型破りな先輩芸人神谷。どう？いいね。それは個性とは言われ。もうほえ。お前にしか作られへん笑いが。絶対あるんやで。この人が全ての答えを持っていると思い込んでいる節が僕にはあった。売れた。人の真似すんの死んでも嫌やって言うてましたよね。これも法じゃないんですか。生きている限りバッドエンドはない。僕たちはまだまだ途中だ。火花。